あ、いくよ。ここに、雨を使うと、めちゃくちゃ便利。ほれ。ほれ。エレベーターみたい。ほら。ここね、雨がね、おすすめ。ここは、ボムを置くだけでも、沈む。イカが乗ったり、まあ、物が乗ったらすぐ沈みます。バブルって軽いじゃないですか。で、一応浮いてるじゃん。浮くじゃないですか。これを天秤に乗っけます。まあ浮いてるからな。これね、いいとこ、あのここの奥側とちょっと左が寄ってると、まあショートカットっていうか早技ができる。こうこうこうで、こうやってすぐ上に登れるんよ。ほいほいほいと早技、奥スライドスライド左。これマジで使えるぞ。いくよ、もう一回行くよ、もう一回行くよ、もう一回行くよ。奥、スライド、スライド、左。あー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 、ここにバブルを入れると、回る。ほら。これめっちゃ回る、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 めっちゃ回る。めっちゃ回る。てか、バブルでかすぎる。おぉ。パー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 でででで、泣きたくなるようなむ。怖っ。これシャボン玉ゲー。めっちゃ回る、ほら。めっちゃ回る。めっちゃ回る、ほんとに。はい、どうもラギです。これってさ、攻撃すると、こうやって登れるようになる。引き寄せられるんだよね、これ、攻撃すると。どんなに遠くからでも、まあ、当たれば、こうやって、おい、貫通した。まあ、これはいいとして、ここにハイパープレッサーを打ったら、めっちゃ遠くにいる俺が、引き寄せられるのかという。あれだね。あ!あああ、完全にアウト、これ。完全にアウト。ってことは、このハイパープレスをうまく使えば敵陣地でもいけるってことだ。こういうことよ。つまりこういうことよ。ねえ、俺フェス限定のとあるものを見つけた。クラゲがサイリウム売ってるとこ見つけて、しかも絵が映ってる。こいつは秩序派だよね。ってことは飯田ちゃんがね、あれ映ってんの。飯田ちゃんっぽいな。あー、姫ちゃんの方。姫ちゃんの方を発見いたしました。私は今、姫ちゃんの方発見いたしました。かわいい。めっちゃ振ってる。もうめっちゃ、もうめっちゃ振ってる。フェス限定クラゲだね。おいっちに、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 おい、おい、おい、あいさ、おいさ、おいさ、おいさ。